一番星になる虹の夢挨拶始めます。エルザ急に呼び出してごめんなさい。久しぶりにエルザと話した気がするよ。エルザ様、キララ寂しかった。あ、そうだ、今日ってキラキラ湾の花火大会があるんだよね、レイちゃん。冬に花火とは実に興味深いね。そうね、一緒に見ましょう。やったー。では始まるまでお食事しながらおしゃべりでもしましょうか。ありがとう、エルザ。さあ、パーフェクトな夜の始まりよ。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。星々のダイアリー、愛活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 。どうですか、ゆめちゃん。うん、さすがアリアちゃん、すごく良くなってる。嬉しい、とても嬉しいです。では、チュー。乾杯。エルザ、おめでとう。ついに太陽のドレスを手に入れたね。おめでとうございます、エルザ様。ありがとう。アリアからだ。ゆめちゃんとのライブがもうすぐ、楽しみです。だってゆめちゃんもアリアも忙しい合間で時間を作って一生懸命練習してたよ。きっといいユニットになるんじゃない？それは楽しみだね。本日の前菜、野菜のゼリー寄せでございます。おお、きれい。アイカツランキングの決勝トーナメントまであと1ヶ月。ここからのステージでどのくらいのポイントが得られるかが重要になるわ。決勝トーナメントに残れるのは4人だけなんだよね。今日集まってもらったのはその4人に残るための作戦会議ってことだね。さすがね、レイ。日本に来てから四つ星学園のアイドルたちにはいい刺激を受けているね。うん、アコちゃんっていう大切な友達ができたんだ。日本に来たばかりの頃はふわふわドリームの立ち上げですっごくお忙しで、そんな時アコちゃんと出会って一緒にプレゼンしたりして楽しかったな。思い出してみるとアコちゃんと出会ってからアイカツがもっともっと楽しくなったみたい。確かにキララはジャパンに来てだいぶ成長したわ。ふわふわドリームのダブルミューズというのは二人ならではの発想だったね。本当？やったー、キララ褒められた。
アコちゃんとのダブルミューズ最高でしょ。アコちゃんと一緒のステージすっごく嬉しいなって。もう忘れちゃったの？キララ最初からアコちゃんと一緒にミューズやりたいって言ってたでしょ。あなたまだそんなことを？そう言ったでしょ。それにアコちゃんキララに負けないくらい今でもふわふわドリームのことが大好きなんでしょ。キララには自分の世界観があってステージにも観客を引き込む力があるよ。そこを伸ばしていけばアイカツランキングの上位へ食い込めるはずよ。はーい、これからも大好きなふわふわドリームの世界を広げられるように頑張ります。本日のスープはそれぞれにご用意いたしました。レイ様はジャガイモのビシソワーズ、キララ様はエビのビスク、エルザ様には人参のポタージュをご用意いたしました。あら、また野菜？お野菜の強化月間ですので。別のものにしてちょうだい。はい、かしこまりました。レイ、あなたもジャパンに来てからだいぶ変わったわね。そうかもしれないね。ヴィーナスアークに来てからエルザのサポートをするだけになっていた。それでいいとずっと思っていた。だけど気づかされたんだ、真昼と出会ったことで自分で輝く素晴らしさを。そして全てはエルザのためにあること。なぜアイカツをするのか、自分が輝くため、ファンのため、そんなアイドルがほとんどだと思います。もちろん私にもそんな気持ちはありますが、一番ではないんです。私の一番の目的はエルザのため。エルザの剣となり盾となるロイヤルソードはそのためのエルザのためのブランドなんだ。私はエルザという太陽がより輝くためにその力となりたい。それが私の意志、情熱、そして夢なんだ。私はようやく決められたよ。モデルという立場からアイドルとしての道を歩んでいく覚悟がね。決勝トーナメントでもエルザに認めてもらえるような素晴らしいステージを披露してみせるよ。レイちゃんかっこいい。エルザ、聞いてほしい。これからのヴィーナスアーク全体としての話だけど、他のアイドルたちと協力し合って切磋琢磨していくというのは、いやあミランダ、お腹が空いたのかい？本日のステーキはフランス高級牛のバザスビーフのフォアグラ乗せでございます。おいしそう。すまないジーヤ、ミランダにも何かお願いできるかな？はあ、かしこまりました。ブーブーブー、ミランダはレイちゃんばっかりなついてるよね。キララのとこには絶対来ないもん。この子は頭がいいからね。初めて会った時にいたずらされたことをずっと覚えているんだ。本当に？ああ、だから出会いというのはとても大切なんだ。そういえばエルザが日本に来たのは姫に会うためだったよね。そうね、星の翼に一番近いアイドル。ごきげんよう、ジャパン。アイカツ、新時代の夜明けよ。待っていなさい、世界中のアイドルたち。このエルザフォルテが全てを奪う。
確かにジャパンへ来たのは姫白鳥を手にするため、そして姫が見込んだ夢虹野と出会った。嬉しい誤算だったのは四つ星の生徒たちが次々と星の翼を手に入れた。キララやアリア、そして私も星の翼を手に入れた。そう、そしてついに私は太陽のドレスを手に入れた。あとはこのドレスでアイカツランキングを制するだけ。今日のアリアのステージでもアイカツランキングの順位が変わるかもだよ。ええ、そろそろステージが始まる頃だね。二人の息の合ったステージ見せちゃおう。行くよ、アリアちゃん。はい、西の夢、行きます。アイカツの花を咲かせましょう。素晴らしいステージだったね。あ、
ランキングが更新された。すごい、ゆめちゃんのランキング。エルザに続いて2位。ゆめ虹のやはり追い上げてきたわね。そうよ、それでいいわ。じゃあそろそろ花火見に行こうか。花火楽しみ、とっても楽しみです。ステージ終わったばっかりなのに元気だね。アイカツはたくさんしても楽しいです。お二人ともお疲れ様。こっちは準備 OK だよ。ローラ、小春ちゃん、お疲れ様。まひるちゃんとあこちゃんももうすぐ来るって。お、アリオ何してるの？今日のゆめちゃんとのアイカツを忘れないうちにメモしてました。アリアちゃんのノート順調に埋まってるね。はい、後で思い出すのも大切なアイカツです。アイカツ熱心じゃない。はい、よかったらローラさんのアイカツ教えていただけませんか？私の？ローラさんの強さの秘訣は何ですか？そうだな、私は悔しいって思う気持ちが次に進むためのパワーになってるのかな。負けちゃった？うん。でもこれが最後じゃない。まだまだもっと先がある。私がアイドルである限り。うん。この間のステージではエルザさんに負けちゃったけど、私は私でこれからも輝き続けるから。おお、今のいただきました。頑張り屋さんで負けず嫌い。そんなローラってかっこいいよ。頑張り屋さん、ちょっと改めて言われると恥ずかしいじゃない。ローラかわいい。お待たせしましたわ。ごめん遅れちゃって。ううん、大丈夫だよ。これでみんな揃ったね。じゃあそろそろキラキラ湾に行きますか。ドレスを制する者がアイカツを制す。これが世界を巡った私の答え。花火楽しみだね。寒くないですわね。早く見たいです。そうだね、あこちゃん。どうしたの？もう我慢できない。まひるちゃん、ちょっとまひる。ごめん、我慢できなくて。まったく、どこまできちんとさんなんですの。でもその性格がアイカツにも反映されてるよね。なんだか正義のヒーローっぽいです。まひるさんのお話も聞きたいです。まひるちゃんといえばとっても几帳面だし、何事にもストイックだよね。それは小さな頃からの性格だから。でもモデルのお仕事をする上で役に立っているのは確かかな。きっとそんなまひるちゃんだからあの時のレイさんのことが悔しかったんだよね。レイさんの？だって自分のこともっと大切にしてほしかったから。そんなのもったいない。誰かを輝かすために自分を犠牲にする必要なんてない。強い光を放つ星があるならその星に負けないくらい輝けばいい。入学したばかりの頃、まひるはまだ新人モデルだったわ。そして私は彼女の一番星だったかもしれない。でもね、あの子は私を追い越そうと必死で努力を重ねた。そしてついには S4 戦で私を追い越したの。まひるが君を超えた？ええ、私まひるの成長が嬉しかった。それにあの子がいたから、必死に追いかけてくるまひるがいたから私も頑張れたの。ライバルの存在ってとっても贅沢なものなのよ。レイちゃん
まひるちゃんのお姉ちゃんとそんなことがあったんだ。あーうんおいしい。夜空とまひる、あの二人はお互いを磨き合い高め合っているんだ。キララも四つ星の子たちと挨拶するのめっちゃ楽しい。確かにお互いを高めていける存在は貴重よ。でも私は自分の力だけで勝利をつかみ取るわ。お話し中失礼いたします。エルザ様、皆さんがお見えです。ユメ、アリア、さっきは素晴らしいステージだったよ。ありがとうございます。あ、急に押しかけてすみません。みんなで一緒に花火を見たら楽しそうだなって思ったりして。私たちもちょうど見ようと思っていたんだ。アコちゃん、一緒に見よう。輝いて綺麗ですね。そうね。この間のステージの太陽のドレス、とっても素敵でした。私はこの太陽のドレスをまとい、アイカツランキングで優勝するわ。はじめは姫白鳥を手にするためのきっかけでしかなかったのに、まさかこうして競い合うことになるなんて。私、初めてエルザさんの星の翼を見たときすごく衝撃的でした。どうすれば私も見てくれたみんなに楽しんでもらえるドレスが作れるんだろうって。そしてその答えが私と小春ちゃんのレインボーベリーパルフェです。エルザさん、アイドルはステージでドレスで笑顔でみんなを輝かせることができると思います。夢虹の、あなたがどう輝くのか決勝トーナメントで私に見せてみなさい。はい、今度は私がエルザさんをびっくりさせてみせます。私はみんなで一緒に輝けるアイドルの一番星になりたい。アカシア揺れる森の呼吸、木漏れ日の中ピルエット。冷たい指先はじくドロップ、甘いの朝露の一口は。楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。